ゲゲゲの女房は、漫画家、水木しげるの妻、村布のが表した自伝エッセイ。実業の日本社より2008年に単行本、2011年に文庫版が刊行された。同章原案として、2010年度上半期に NHK 連続テレビ小説の82作品目として、テレビドラマ化、また2010年に映画化、2011年に舞台化、された。 本書には、人生は、終わりよければ、すべてよし。との副題が付けられた。とあるインタビューで実業の日本社の社員と話した際に、村布江が口にした、終わりよければすべてよしですという言葉に対し、それをタイトルに自伝を書かないかと持ちかけられたのが、執筆のきっかけであった。2010年にテレビドラマ放送と映画公開が相次いだこともあり、 同年10月時点で50万部を突破した。2011年には文庫版が刊行概要についてはテレビドラマの不死の概要を参照のこと。また、2018年にはその後のゲゲゲの女房が刊行ドラマ放送時の反響や水木が死去した際のエピソードなどが書かれている。本作品は漫画家水木しげるの妻、村布江著。 ゲゲゲの女房を原案とした同名のテレビドラマ。NHK 連続テレビ小説の82作品目として2010年3月29日から9月25日まで26週、全156回が放送された。ドラマ撮影期間は2009年11月14日から2010年8月18日までである。連続テレビ小説は本作品から 放送時間の変更などを行い、講述する、社会的反響の大きさもあり、連続テレビ小説の転換点とも位置づけられる。1939年のヒロイン少女期から始まり、1961年、29歳の、時39歳の貸本漫画家との結婚を転機に、その後の喜びも苦しみも共にする夫婦の奇跡が、妻の視点で描かれたまで、 さらに、様々なエピソードを通して、家族の絆だけではなく、周囲との心温まる交際、出会いと別れ、また単なる人情味あふれる話にしない、漫画界などの厳しい現実、戦争の爪痕、紙芝居と歌詞本業の衰退など世相が、複眼的に描かれた。このように、ヒロインの半世紀として、ホームドラマのほか、サクセスストーリー、業界ドラマ、 昭和のスタルジアの要素もある。ただし、サクセスストーリーは原案に沿って、旧防生活が長く描かれており、昭和のスタルジアは、古き良き時代で終わらせず、漫画への偏見や高度経済成長期の社用産業、貧困など、負の側面も含む。原案から作られたヒロインは、歴代の連続テレビ小説シリーズの中でも得意な、キャラクターである。 子供の頃から大人しくて内気であり、過長的な父親に口答えする活発で開放的な性格の自死、妹と対照的である。また結婚まで暮らした実家は家族仲がよく貧しくもなく、戦争の傷跡もない。そのため、ヒロインが実社会の荒波に揉まれるのは29歳で、専業主婦になってからである。しかも、ヒロインは結婚前に実家の 結婚後に、夫の手伝いをするが、家業を継いだことも外で働いたことも、まして芸術や芸能など自ら好きな道に進もうと、したこともない。このようにおとなしい性格で、親の事情や戦争など運命に翻弄されて生きる、こともなく、男社会に進出して奮闘することもなく、成長物語として周囲から温かく、見守られるよりも、むしろ専業主婦として、 家族を支え見守る立場に置かれた。物語の舞台は、原案者夫妻が生活する東京都調布市がメインで、夫妻の出身地島根県安木市と鳥取県境港市がサブである。脚本は山本睦つみが担当し、山本が原案のドラマ化を希望した。音楽は、 久保田美奈が担当し、主題歌は本作品のために書き下ろされた生き物がかり、ありがとうが起用された。長身のヒロイン役に本作が連続テレビ、小説初出演となる松下奈緒が、その夫役に向井治が起用された。ヒロインはオーディションを行わずに決められた。本作品はオープニングやラストシーンなどで貧乏神と、 水木作品に登場する妖怪のように存在が実証されていないキャラクターを実写と合成させると連続テレビ小説として表現上の新機軸が打ち出された。そのため水木プロと東映アニメーションの著作クレジットが記載された。また、安木氏に現存する原案者の成果について正確に図面を取ったほか、大正時代の長面まで撮影するなど事前に、 綿密な調査が行われ、撮影用スタジオで成果がリアルに再現された。本作品を放送するにあたって以下の変更があった。なお、NHK の公式ホームページ、連続テレビ小説一覧が開設されてから、初めて番組ホームページが独立して作られた。総合テレビで朝の放送時間帯が48年ぶりに変更され、 第2作、明日の風以来の8時15分開始が15分、繰り上げられて8時開始になった。その背景として総合テレビの視聴率低迷があった。そのため、NHK は新年度事業計画で、連続テレビ小説の総合テレビ8時スタート、その後に民放各局のワイドショーに対抗する番組を編成する方針を示した。オープニング前に、 毎回60秒から2分強前後のアバンタイトルが入るようになった。NTSC が翌年の完全値で時価を踏まえて、レターボックス14-9から地上デジタルテレビジョン放送と同じレターボックス16-9に変更された。島根県安木市の飯田家の三女、布見えは小さい頃から大人しく、内気な性格で背の高さにコンプレックスを持つ少女であった。 何度かの縁談があったが、背の高さから良縁に恵まれず、29歳になった、布のみは、実家の酒屋で家事手伝いの日々を送っていたが、肩身の狭さも感じ始めていた。ある日、鳥取県境港市の出身で、東京都調布市に住んでいる39歳の、貸本漫画家、村井茂との縁談が持ち上がった。少し破天荒でマイペースな村井は、 戦争で所属した部隊のうち、ただ一人の生還を果たしていたが、戦地で左腕を失っていた。1961年、見合いから5日後に結婚式を挙げて、新婚生活が始まったものの、暮らしは、とても貧しく先の見えない苦しいものであった。それでも貸本漫画を書き続けるしげるのひたむきな姿勢に、心を打たれた、ぬのみえは、漫画のアシスタントも務めるなど、 何があっても、この人と一緒に生きようと決意する。その後、出産、プロダクション立ち上げなどの数々の試練を乗り越えて、商業史デビューをした水木は、ゲゲゲの鬼太郎、悪魔君、カッパの三平などの妖怪をモチーフにした人気作品を発表し、ついに漫画家として、日の目を見た茂る。結婚から5年、それらの大ヒットを境にして、二人の生活が、 激変にしていくのであった。実在の人物をモデルにしているが、一部原案にない人物もいた。村池の人々、飯田家の人々安木の飯田家は、家父長的な玄衛に反発する者も,もいるが、直系家族として続いている。村池の人々境港の村池は、飯田家と交代子であり、そのことが家風にも現れている。になる夫妻は、前者の周が、 加カ殿下で校舎の玄兵衛都が定主関白である。周平は当時珍しい大学卒で、東京で学生生活を楽しんだのに対し、父が他界した玄衛は高等小学校を卒業して家業に従事。また、村池は家業も大きな資産もないこともあり、子供3人が県外で生活し、結局のところ周平。 絹よ夫妻も、境港を離れてしまう。なお特徴として、子供3人が、両親につけたあだ名を使い続けている。安木の人々、東京の人々、水木プロ社員その他、初回視聴率14.8%、第1週の週間最高視聴率15.8%は、いずれも、過去最低であった。その後視聴率は、右肩上がりに推移し、最終回に、 番組最高の23.6%を記録した。23.6%は2010年に放送された全ドラマの中で2番目に高い数値である。平均視聴率は18.6%で、前作、ウェルカメの13.5%を5.1ポイント上回った。なお、第16週から最終。 第26週までの11週中10週でビデオリサーチの視聴率総合1位を占めた。社会からの反響も大きく、放送終了後連続テレビ小説で初めてザテレビジョンドラマアカデミー賞最優秀作品賞を受賞し、ヒロインを演じた松下奈緒が第61回 NHK 紅白歌合戦の赤組司会に起用された。また、 2010ユーキャン新語、流行語大賞の年間大賞に、原案者の著作などから、ゲゲゲノーが、2011年第83回選抜高等学校野球大会の、開会式入場行進曲に本作品の主題歌、ありがとうが選ばれるなど、本作品は、空前のブームを巻き起こしたと評された。2011年5月3日から、台湾のテレビ局でも放送され、 ジニヒトシ等を抑えて、日本ドラマ部門の視聴率1位になった。2012年度から、BS プレミアムで再放送が行われた。BS 派での朝ドラ再放送は、との風以来4年ぶり。また同日に放送を開始した、梅ちゃん先生が続けて放送された。また2013年1月19日からスカパー。ファミリー劇場で、土曜日11時 -13。 例々に放送が行われる。2015年12月1日、前日の水木しげるの不法を受けて、NHK 総合で総集編の再放送を行うことが決定した。概要で記した通り、60秒から2分強前後のアバンタイトルの後に当時多く流通していた、ヨーグルトのガラス瓶に入った5色の絵の具が映し出され、ありがとうがイントロなしで始まる。 オープニング画面が映し出される。曲が流れている部分ではゲゲゲの鬼太郎をはじめとする水木作品のキャラクターのアニメーションや自転車を漕いでいるシーンが登場し、中には昭和30年代の紙芝居のシーンや単行本、テレビの中には大阪万博の映像が流された。後述、総集編での出演者、スタッフのクレジットは、 レギュラー版のカットインアウトではなく縦スクロール、表示であった。目玉親父と以下に示すような村夫妻ゆかりの地の写真を合わせた画像が使われた。背景のカットは、おおむね1から2ヶ月程度、季節に応じて切り替わった。土曜日のエンディング前には、30秒程度の自習あらすじの予告が入った。第25週から自作。 鉄板の告知が入った。最終回は永遠のふるさとと題し、安木の田園風景に退散を眺めるヒロイン夫妻の後ろ姿があった。本作品は不審にあえだ前作、ウェルカメの後を受けたこともあり、初回視聴率は14.8%と過去最低を記録、第1週の週間最高視聴率も15.8%と、 過去最低にとどまり、連続テレビ小説として、最悪のスタートを切った。その後視聴率は徐々に上昇し、6月12日放送で、初めて20%を超え、最終回に、番組最高の23.6%を記録した。週間平均視聴率が、第1週15.5%、最終、第26週21.5%、と、最終週が、 1> 第1週を6.0ポイント上回り、週間最高視聴率も第一、第1週15.8%、最終週23.6%と最終週が、第1週を7.8ポイント上回るなど、視聴率は、右肩上がりに推移した。なお、関東地区においては、2007年度前期、ドンドハレ以来の最終回視聴率20%超えとなり、 それが2016年度前期、とと姉ちゃんまで6年連続で続くこととなった。平均視聴率は18.6%で前作に、比べて5.1ポイント高く、その上昇幅は、ひまわりの放送後で最も大きい。なお、7月12日から18日の週から9月20日から26日の週までの11週中、8月23日から29日の1週を、 覗いた計10周でビデオリサーチの視聴率総合1位を占めた。本作品は前作ウェルカメの平均視聴率を5.1%上回るなど反響が大きかったことから NHK トライバル関係にある民間放送の番組でも本作品に関連した特集が組まれた。好調な視聴率を背景に特に8月中旬以降は民放テレビ局が 番組内で、原案者夫妻と主演俳優を次々に出演させて、ゲゲゲブームを取り上げた。当番組の放送を祝し、水木しげるロードに設立された、水木しげる夫妻、ブロンズ像主演俳優のブレイク松下奈緒と、向井治は共に本作品でブレイクしたと、報じられている。日経エンタテインメント。2011年1月号の、2010ヒット。 番付トップ50では、松下が21位、向井が12位にランクされた。また、日本モニター社が発表した2010年タレント CM 起用者数ランキングによれば、松下、向井が共に昨年のランク外から躍進したと報じられている。松下は7月22日に第42回思い出のメロディーで司会を務めることと、 第61回 NHK 紅白歌合戦で司会の可能性があることを報じられ、11月3日に赤組の司会を務めることが発表された。連続テレビ小説のヒロイン役が作品の放送年に NHK 紅白歌合戦の赤組司会に起用されるのは1992年度下半期、ひらりの石田光以来18年ぶり。向井は、 本番組放送終了後に初主演映画の撮影に入ったほか、4から5本の主演企画のオファーが届いていたと報じられている。松下と向井は共に第35回エランドオル賞新人賞を受賞。二人は各種のアンケート調査でも上位に入っており、週刊、文春の好きな男ランキング2010で向井が2位にランクされたほか、 10月14日付のオラカン、スタイル調査による、理想の花嫁花婿ランキングで向井が花婿1位、松下が花嫁10位に、ランクされた。ドラマその他番組や出演者、スタッフなどの周辺事項を挙げる。発売元、NHK エンタープライズ、販売元、東映株式会社、東映ビデオ株式会社いずれも総合テレビでの、放送。出演、松下なお、 村布江総集編は撮影完了後に取り下ろしたヒロイン夫妻のシーンや原案者、竹吉へのインタビュー、さらに最終回には向井がおまけと称したコメントを収録し再構成したものが放送された。2011年12月31日10時15分から13時40分には BS プレミアムで第1週第3週が一度に放送された。また、 2015年12月5日12日13日に水木しげる追悼として再放送された。以下、2010年に放送された番組順に掲載。なお、視聴率はビデオリサーチ関東地区の平均世帯視聴率。ドラマ本体に関連したものいずれも副音声での解説なし。水木夫妻に関連したもの関連の番組は、 NHK に限らず、民間放送でも数多く制作されている。その他2010年11月20日公開。主演、吹石和江、工藤勘九郎。監督、鈴木拓南次東方の制作により、水野美希と渡辺徹の主演で舞台化され、2011年9月23日に、鳥取県境港市の境港市民会館にて、 開幕し、11月までに、東京、日比谷のシアタークリエなど全国16都市にて、上演された。ありがとうございます。